押された、ホイッスルがありました。さあ11番の北島、ボールをもらおうとしたところを倒されました。ホイッスル、フリーキック、柏レイソル、直接狙ってもいい位置ではあります。およそ20メートル、さあゴールまでおよそ20メートル、フリーキック、柏レイソル、どうだ、狙ったか、ゴールイン、キーパー動けません。北島が攻め込んで作ったチャンスを左足のスペシャリスト8番平山がこれぞプロというフリーキックを決め、柏レイソルが先制します。これに対してヴェルディ川崎のシュートシーンです。折り返した、ゴール前、どうだ、ちょっと遠い、打てるか、さあシュート、いやー、7番の阿部のシュート、キーパー加藤よく体を伸ばして抑えました。では再び北島の主なボールタッチのシーンをご覧いただきましょう。11番の北島、ボールをちょんと出した、この辺りのボールの出し方が非常にうまい。エンドで北島、距離かわす、このボールが、あ、また北島、そして北島は再三ボールをもらっても常に反則すれすれの激しいマークにあって、残念ながら得点に絡むことはできませんでした。試合は1対0で柏レイソルが勝っています。注目度ナンバーワンの北島ですが、本人は非常に謙虚な好青年なんです。こういう試合でも本当どんどん自分を出してアピールをしてトップに早く上がれるように頑張りたいと思います。北島のような高卒ルーキーの若い世代が2002年の日韓ワールドカップの中心選手になっていくはずです。サテライトリーグとは言いましても、これだけ人気の高い選手がですね、直にプレーを見せてくれたこと、これは将来 J リーガーを目指す子どもたちにとってもいい経験になったんじゃないかと思うんですよね。ちょっとゴールシーンがね、見られなかったらちょっと